おはようございマッチョ、フォルテです。今日皆さんにお話ししたい話題は、どうしたら早く上達するのかっていうことについて話していこうかなと思っていマッチョ。皆さん、こんなことないですか？結構練習してるのになかなか上達できない、なんか結構この時間もったいない気がする、長いこと練習してるのにな。それそれ、わかりめっちゃいや、わかりますよ、その気持ち。僕もものすごく手こずりました。今日はちょっとフォルテなりに考えたあることをちょっと紹介していきたいなと思っています。まず、その曲を早く弾くために何が最も重要だと思いますか？新キックタイム、チッ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 ポン。はい、違いますよ、違います、違います、違います。答えは、まあ、曲をつかむことにあります。で、曲をつかむためには何をしないといけないでしょうか？皆さん考えてください。あ、チッ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 ポン。はいはい、答えは、まずその曲を知る、曲を知るって言っても背景とか知るっていうこと以前に、曲を聴く、その聴いてどういう曲なのかを知るってことです。例えばあるくないですか、ポップスとかを聴いてて、正直歌詞とか曲の背景とか全然知らんけど、頭に残るそのメロディーとか、例えばまあ米津玄師さんとかやったら、夢ならばどれほど良かったでしょうとか、あれ正直その米津玄師さんがどういう風に書いたとか知らんけど、そのなんか残っとるやん、どういう曲なのかわかるやん、その曲の全体の雰囲気どういう感じで進んでいって終わるのかっていうのはわかるやん。でも米津玄師さんがどういう風に書いたとかはもう知らんやん。でも頭に残ってる、もうそれが最も早く上達するための近道です。じゃあ、いわゆるこれって結局譜読みなんですよ。譜読みができたっていう時点で、ある程度曲っていうのはその理解というか構成、雰囲気はつかめてるはずなので。でもその譜読みをする前にもっとした方がいいことがあって、その曲を大量に聴きまくります。はい、リッスン、リッスン、リッスンしまくって、ものすごく曲のイメージができてから譜読みをすると早くなります。で、譜読みをした後に、まあ、曲が雰囲気知れましたよねと、でなった時に弾けないところが出てくるんです、曲の中でね。その曲の中で弾けないところが苦手なところとか、絶対ここ本番で弾けないだろうなっていうところが出てくるので、そこを、はい、まるでチェックとか、はい、はい、ここ弾けませんよって覚えとく、それだけです。で、そこをしらみつぶしに練習していくっていうのが一番効率的に上達するのかなと思います。じゃあ例えばやってみましょうか。じゃあ僕、木枯らし今練習中なんですけど、まあいわゆるこういうところはね、練習しなくても弾けるじゃないですか。それ音にこだわろうと思ったらまた練習は必要なんですけど、弾くっていうことの問題点としては弾けるじゃないですか。で、ここら辺も弾けるんです。でも苦手な部分が分かってきたんですよ。例えば今までの動き、こういう動きとはちょっと変わって、途中からこういう動きになってくるの。まあまだ弾けないけどね。でね、この弾けない部分っていうところに関して、右手が弾けないのか左手ができないのかっていうのを自分の中で把握してあげます。皆さん、そこまで把握してないじゃないですか。なんかこんなこと言うの失礼かもしれませんけど、なんか両手で弾いてませんか？弾けてないんですよ、それ。弾けてないことが多いんですよ。まあね、そこを知ってあげるっていうことが上達するコツかなと思うので、ちょっと今度はちょっと見せていきましょうか。ね、この子可愛くない？話したらだけど、この前紹介したけど、レッスン、ピアノの大学生の時に教えてた生徒さんからもらいました。おおおおお、可愛いよね。はい、でね、あの曲の雰囲気は分かりました。で、弾けないところが見つかりました。弾けないことが、弾けないところが大量に出てきました。自分のテクニックでは補えません。そうなった時に出てくるのが、例えば練習本だったり、テクニック上げるための本だったりっていうのなんですけど、例えばショパンの対局とかを弾こうと思ったら、ショパンエチュードっていうのの中のパッセージとか結構あるので、弾いとかないといけないんですよ。で、あとやっぱ他の曲にする上でも、そのショパンエチュードだったり、ハノンだったり、あとはチェルニーだったり、そういう練習曲をやることがものすごく、その対局を弾く時の近道になります。だって弾けるところ、弾けないパッセージが少なくなればなるほど、曲の雰囲気をつかむだけで弾けるようになるっていうことなので、練習法っていうのはものすごく大事です。
そして効率的な練習をするために今まで何回も言ったと思うんですけども録音をすると、ピアニストとか言うんですよ、こうやって自分の音を自分で聞けよ。そんな無理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 、できない人だっているし俺もできない。だからこそ録音をして改めて本当に聞いてあげるんです。そんなもうピアニストとかね、もうそんな自分の音ぐらいちゃんと聞けよ、おいふざけんな、こんな音出すなと、やめてくださいよ、これはできませんよとか思ってしまうじゃないですか。そんな 何が違うかわからない日でよ、時はわかります。なぜかわかりますか。弾くことに精一杯なんですよ。もうそれだけ、ただそれだけだから、弾けないところを知ってあげる。でその練習法については、例えば木枯らしだったら何が難しいと思いますか。このパッセージで指使いです。その指使いが難しいから、指が慣れてないから苦手なんです。皆さんもあると思いますよ、音階とかだって。例えばこの音階は弾けるけど、この下りは苦手とか、俺も苦手です。苦手ですね、はい。まあ今練習してないんで、久しぶりにちょっとピアノ弾いたんでね、まあいいわけです。でね、苦手なところを知ってあげると、そこばかり練習すると上達します。で、まあこんなこと言う輩はいるんですよ。そこばっかり練習しとったらそこだけに集中がいってしまって弾けんくなるんじゃねえか。それでいいんですよ、自分で分かってるんで。それで初めて自分の苦手なところが潜在的な意識になるので、今後の練習に、例えば苦手なところ出てきたら、アルペジオとかだったら、ああ、あのアルペジオあの時苦手だったな、じゃああの時の感覚を取り戻そうとして考えた時にはもう弾けちゃってるんです。まあこれがそのフォルテ的な、その効率的な練習法のやり方なんですけど、そのやっぱり僕やってるのが、弾く前にものすごく聞くんです。人の演奏を聞きまくります。聞いて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 聞きまくって、しつこいぐらい聞いて、初めてピアノ弾こうとします。皆さんあれを思い出してください。そう、あれあれ、そうあれかと言いますと、革命です。ビフォーアフターで出した革命の動画があるんですけども、その動画、皆さんなんか、なんでピアノ弾く前に楽譜を読んでるんですかみたいな感じのコメントがあったと思うんですけど、はい、そのコメントについてちょっと喋らせていただきましょう。あれは実は音なかったんですけど、革命の演奏をものすごく聞いてました。楽譜を見ながら人の演奏を聞いて、あこういう構成なんだな、あこいつはこう弾くんだな、なかなかやるじゃねえかとか思いながら聞いてて、でね、そこで初めて、まあ、フォルテなりに、こいつのここいいやん、こいつのここいいやん、うんうん、そして俺を足したらいいんじゃねみたいなことを考えながら練習を始めたわけです。でね、まあやっぱ練習始めるとすぐやっぱ弾けないんですけど、そのものすごくやっぱ曲の雰囲気をものすごくもう耳にもうタコができるぐらい聞いちゃってるので、ある程度もうその進みが簡単です。ここで転調するなとか、あここでこんな難しいパッセージあったなとか、あこういうとこでフォルテになるのねみたいなこと、あフォルテフォルテあ違う違う、こういう感じになるのねと分かってる状態で始めてあげる。そこで初めて鍵盤に触り出します。それまで正直鍵盤触らなくていいです。知らない曲をいきなり初見してピアノ弾くよりも、知ってる曲を譜読みしだす方が早く上手になります。ですので、まあね、あのいろんな意見があると思うんですけども、僕はある程度曲を知ってから、知ってから初めて譜読みをしてくださいっていうのは僕の提案です。でね、木枯らしとか弾くときも、その僕ね、まあ、結構ビフォーアフターで、意外と、まあ、自分で言うのもなんだけど結構激しめのビフォーアフターじゃん。で木枯らしとかで、まあ、なんかすぐ弾けるようになったっていうのは、まあ、指がかなり動くっていうのもあるんですけど、僕が大量の死ぬほどもう、あのもうあの潜在的に練習曲をものすごくペラペラやってたので、まあ、指が動くっていうのも一つはもちろんあるんですよ。でもね、やっぱりね、その曲を知ってたっていうのがやっぱ大きい、大きい、大きいよでね、そう曲を知ってたっていうのがやっぱ大きいので、そのリアルに人の演奏を聴いたりとか YouTube で聴いたりとかしてたので、ある程度スムーズに上達することができました。でね、こういうコメントがあると思うんですよ。え、その動画って同じ人を聴いたらいいの、それとも様々な人を聴いたらいいの。まあ最初はね、様々な人を聴きましょう。あ、いろんなテンポがあるんだなとか、こう言ってこんな激しく弾く人もいるとか、こんなサラサラ弾く人もあるんだなとか思いながら聞いてください。その中で自分が好きな人を見つけます。
そう、好きな人にはゾッコンチュッチュッでね、その好きな人を見つけたらその人ばかりを聞いてそれをイメージできるようになったら初めて鍵盤に触りましょう。それまでは触らないでください。もうドンタッチ、ドンタッチキーボード。みんな僕の今日言ってみたことをちょっと実践してみてください。今日あんまりピアノ弾かなかったけど、まあね、結構大事な情報だから、グッドチャンネル登録強制的に押してくれたらありがたい。あと LINE スタンプできたからそれもちょっとチェックよろしく。万年万年万、そうです、そうです。コストが結構やっぱね LINE スタンプかかってるのでね、やっぱコスト分だけはちょっと回収したいので皆さんご協力お願いします。それではグッバイ。新コーナー、ファンの皆様の嬉しいコメントを読み上げようのコーナー。モチベが上がるコメント、嬉しいコメント、フォルテが独断と偏見でドゥルルルドゥで適当に選びます。それでは始まり始まり。さあ今日はじゃあ過去に動画出したショパンエチュードで難しい曲10選っていう動画についての嬉しいコメントを読み上げたいなと思います。はい、いきまーす。ドゥルルルドゥン、メルヘンちゃん、だからその笑顔でも嫌いじゃない。ありがとうありがとうありがとう。嫌いじゃないんかいって。次いきます。でオードリー N さん、もっと聞いていたい、ピアノと喋り、そして笑顔最高、ありがとう。ラスト一つ、ドゥルルルで皆さん10の4だ、キャ、やっとフォルテ君の聞けて嬉しい、全部聞きたいです。バッカロー、これから収録するんだ、長い目で楽しく待っててな。それではエンディングどうぞ。ドン、はい。